二時代の官人生は神。ニは大徳。妹子神とも表記される。日本書紀によれば、水古天皇の時代に、官位大礼で大使に選ばれ、大統に派遣された。日本の通説では、随書が記録する、日出書天使の文言で知られる国書を携えた使者は、小野の芋子とされる。大御国志賀郡小野村の豪族で、天。 足彦国をし人名を始祖とするおのしの出身。大日本史によれば、天体美古国,国をし人名の六世孫である、米餅月王美の光栄にあたる。古事記、交渉天皇の段に、天を歌い飛命は、春日神、おのしへのそなりとあり、日本初期、交渉天皇の段にも、天、足彦国をし人名はこれ、ワニの神道のしそなりとある。系譜は明らかでないが、 カス中君の子とする系図がある。一般に、ルフされているおの氏の系図では、妹子を、美脱天皇の巫女である、カスガミの子とするが、日本初期有略期において、春日おの新ん大寺との人物が登場し、妹子はこの大事の光栄と考えられることから、美脱天皇末とするのは、仮置かせである。カス中君の娘老女子が、美脱天皇の日となりカスガミを産んだことから、 おのしを、春すがみの系統につないだものと想定されるが、定かではない。日本書紀によれば、十五年、秋七月母親1日公実大礼おのしん、いもこづい、お大遠いくら作りの福都市なり通事とあり、水古天皇十五年に、通訳の倉作り福里だとともに、大統に派遣された。当地において、祖因皇と呼称されたいもこは、水古天皇十六年四月に、 隋の指針、ハイ生イを伴って帰国したが、隋の皇帝容体からの返書を経由地のくらにおいて紛失したと報告。その罪は流刑に相当するものであったが、隋古天皇によって恩赦され罪に問われなかった。同年9月には、ハイ生イの帰国に合わせて、再び大使として隋に派遣され、学生の福本、絵名、原理、大国、及び学問像の日文、 昭安、栄院、高筆としら8名の留学生、留学像と共に国書を携え当地に赴き、翌年の水戸17年9月に帰国した。大日本史によれば、後カニは大徳にまで昇進している。随所、巻81列伝、第46等位、国には、大行3年、随の皇帝容大が激怒したことで有名な、肘所天使松室書尾没書天使無用云々との、 文言がある。随所には国書を持参した者の名前の記載はなく、ただ死者とあるのみである。小野の妹子は、河道の家元、池の坊において、河道の祖とされている。池の坊家の伝承によれば、四天王寺建立のための要材を求めて、京都に赴いた、聖徳太子が、霊木を得て当地に、六角堂を昆流し、堂々した小野の妹子に、 大詩事物のニュイリン観音を本尊として、これを守るよう命じたという。おのの妹子専務と称し、六角堂最初の住職となった妹子は、境内にある池の傍らに、帽者を構えて、朝夕仏前に花を備えたという。これが、角道、池の坊の起こりであり、以来、代々家元は、専務から、千の一文字を取って受け継いできたとされる。妹子病。 小野の妹子の墓と伝えられる小さな塚が大阪府南河内郡大使町の課長神社南側にある小高い丘の上にある。妹子を同祖に祀る稼働の家元、池の棒によって管理され、毎年6月30日に母前祭が営まれている。当地は平成元年に大阪緑の百選に選定された。一方、小野のいの生誕地とされる滋賀県を移市にある、 小野のい子公園内の史跡、カラウス山古墳を、小野のい子の墓とする説があり、墳丘場に、小野のい子神社が建立されている。合わせて、同古墳の南側にある古墳がい子の父の墓である、可能性が指摘されている。なお、校舎は、大津市教育委員会による、事前調査が行われた後、破却され、現存しない。毎年11月3日の文化の日に、大市の バニチック一帯で、県随市、小野の芋子のふるさと味、通称、小野の芋子祭りが開催されている。県随市1400年記念として2007年により、始まった町おこし事業で、歴史衣装行列、餅みこし、餅巻き、妹子汁の試食、スタンプラリー抽選会、歴史の道ウォーキングなどの催しで賑わう。小野の芋子は女性であるという誤解があるが、男性である。 古代の日本の人名の最後に、ことつける表現は男女問わずに用いられ、男性名についても珍しいものではなかった。しかし、奈良時代以降、日本では、子は女性名の最後につける文字となった。これに加え、名前に妹の字がついていることもあって、一見すると、おのの妹子を女性の名前のように感じてしまうが、本人は先日の通り男性である。ただし、 なぜ男性名に妹の字を使ったのかは、現在でも詳細は判明していない。なお、妹とは、かつては妹読み、男性から見た同服の女性のほか、恋人や妻などの親しい女性全般を指す言葉であった。ありがとうございます。